襲撃により南極海底へと沈んだクラーコフ、そしてダイナまでが怪獣レイキバスの前に倒れた。人類滅亡の危機が今刻一刻と迫っていた。ダイナが負けるなんて、そんな、何をする気？浮上します。ちょっと、逃げ出したって何も解決しないのよ。でもクラーコフのコンピューターを奪い返す方法がきっとある。それを見つけるしかないわ。開けてくれ、ここから出してくれ。あのエジリさん、無駄な体力と酸素を使うのよした方が。無駄だと？人工太陽をこの上で照らされてみろ。6000度の高熱でたちまちこの海域は灼熱地獄だ。人工太陽到着まで2時間とない。全システムが奪われたこの船から逃げれると思いますか？逃げるさ。私がこんなところで死ぬなんて理不尽だ。だいたいあの舞とかいう小娘の勝手な行動が原因なんだ。やすやすとコンピューターを怪獣なんかに。何の真似だ。戻ったら上に報告するぞ。そうしたいなら誘導電波の解除法でも考えたらどうです。誰かに責任をなすりつける前に。太陽の奪回はすでに不可能です。破壊する以外方法はないということか。人類の未来にとってあまりにも大きな損失です。今はそんなこと言ってる場合じゃない。我々 TPC の戦力がスーパーガッツだけじゃないことを敵に思い知らせてやる。パッションレード目標捕捉。目障りなハエを落とせ、レイキバス。攻撃を開始する。パッションレッド変態、監視レーダーより消滅。撃墜されたというのか。せっかくの意気分が台無しね。今度余計なことしたらあんたらの都市の真上で人工太陽を発動しちゃうわよ。一体どれだけの人間が消滅するのかしらね。どう？ D7 の端末を使えばメインコンピューターへのアクセスは可能です。でもここに外部から侵入するルートは一切存在しません。落ち着いて、もう一度よく探して。はい。
ここで諦めるわけにはいかないのよ。ねえ、このルートはどう？リーバーラスト排水溝？無理です。ガッツマーリンが通るには狭すぎます。でも誘導ミサイルなら通る。何を考えてるんです？小田隊、誘導電波を切る方法がたった一つだけあります。ただこれは DF9 コマンドか。はい。この船でメインコンピューターに干渉されずに作動できるシステムはそれ以外ない。まるで動かない。くそ。みんな諦めるんじゃねえぞ。自爆させるなんて。声が大きい。人工太陽が到着する前に誘導電波さえ止めれば人類にはまだ希望が残る。奴らに打ち勝つにはそうするしかないんです。嫌だ。私は犠牲になんかなりたくない。開けろ、開けてくれ。こいつらこの船を自爆させる気なんだ。だから言わない方がいいって言って。アスカ、カリア、許せ。そう、そんな手があったの。残念だけどその鍵は抜かせてもらうわ。無茶です。いくら誘導装置があっても危険すぎます。水中ミサイルに乗るなんて。これ以外にクラコフに侵入する手段はないわ。でも舞がダメなら私が行く。苦手分野だけどシステムの脱解法教えて。ただし正確に早くよ。クラーコフの自爆モードが作動した。発動から爆発まで15分。もう迷ってる暇なんてない。舞、あなたの決断に全てがかかってるのよ。無理です。私にできるはずない。自信持って。大丈夫、きっとできる。できませんよ。私にできるはずない。私両先輩みたいに勇敢じゃないし戦いにあまり出たことないし本当はスーパーガッツの隊員になる。これがそんなに勇敢な人間の点。私だって怖い。戦うのは怖い。でもそれは自分自身で乗り越えていくしかないのよ。諦めて早くその子たちの餌食になっちゃいなさい。ダメだ。おいこら、あんたも絶対。やめろ。舞、準備はいい？やっぱダメかも。心臓がドキドキしてめまいが、息も苦しいし。リラックスよ、お願い。青空がある限り風は時を運ぶよ。さすがに今度ばかりは限界だぜ。
限界を超えた時、初めて見えてくるものもある。父さん、少しは自分で戦ってくれよ。たじゃなくて、ほら、あなたも俺たちの力だ。勇気を出せ。涼先輩、青空がある限り、風は時を運ぶよ。父さん、俺を一人にしないでくれ。シン、お前は一人じゃない。先輩、案外歌上手ですね。え？今度歌いに行きましょう。絶対。マイ、大丈夫です。私もう行けます。頼んだわよ。ラジャー。
番隊な！小田隊、自爆まであと3分です。マイ、無事だったのか。今から30秒後に全てのシステムを取り返します。でも奪回後にまた海戦に潜られたら私たちの負けです。その前に勝負をつける必要があります。俺たちの持ち時間は多くて15秒。それで十分だ。あの子が我々を救おうとしてる。人工太陽のエネルギーを。誘導電波停止。人工太陽奪還に成功しました。よかった。そうか、爆発までどれだけあった。2秒ギリギリセーフ。おお、いいですか。しっかりしろ。人工太陽が戻ってくる。守ったんだよ、マイ。これで終わったなんて思わないで。出直してくるわ。夢は
ひとときのために俺たちは戦うのかもしれないな。大事な何かを守るため。え、大事な何かって何？さあね。お、何前急にキリッとしちゃって。さて何かあったら。ずっと気絶してた人には何にも教えないね、リオ先輩。そうよね。今日は思いっきり歌いに行っちゃおうか。頼りないアスカは抜きで。そりゃねえよ。行こう。なんだよもう。あ、せっかくいい気分のとこへ。どうも。約束通り報告しに来ました。あなたの部下たちと同行し、感じたことを率直に言わせてもらいます。何でしょうか。とても素晴らしいチームでした。光栄です。小学生だった。ゲームソフト怪獣コロシアムに仕掛けられた一大イベントがいよいよ始まる。次回ウルトラマンダイナ怪獣ゲーム、お楽しみに。